ヒラメの泳がせ釣りをやりたいと思います。はい、ヒラメ。お願いします。合わせが難しいです。え、そうや。そうやぞ。めっちゃ待たなかったんやん。当たりが出てから40秒待ってください。ヒラメ40秒考えといたらええぐらい。はい、みんなで行ってええかって確認して、みんながこうやって手挙げて、OK って出たら OK。そうやね。二人ある場合ありましたって言っていただけると。はい、めちゃ乗ってくるって入ってくれ。俺らも合わせてます。え、当たり全然分からへん。ダメ。あ、ちょっと待って。分かっちゃった。出ますよ。あれ。50いってないぐらい。大原のリリースサイズで。当たった。ほら、当たってる。あ、振り込まない。あーもうそこやこれ。あ、絶対ついてきてへんやん。もう飽きませんやん。離したかもしれない。離したね。ゆっくり上げるのとダメっすか。ほら、あー餌持っていかれてる可能性もまだ分かんない。アウトです。アウトですこれ。アウトですって言われてる。アウトですね。アウトです。アウトです。アウトです。今餌だけしたくられた感じかな。それともどんな感じやろ。でも確実に当たりきてます。あー待って、あーやられてるわ。やられてる。お腹やられてます、ね、お腹かじられて逃げられた。あー違和感感じたのかな。なんか話したくなったやろな。そうでしょうね。あー話されて、これよくあるやつ。ヒラメでズタボロ、はいはいはい、噛まれて終わり。なんか違和感あって話して、はい、最後まで飲み込まないパターン。例があって超えるときはなんかちょっと一瞬。ここもそこ結構、そこ結構起伏あります。起伏あります。 ありますよね。どうしてもその周り全部上がったり下がったりは。まあじゃあやっぱそういうことかもしれないですね。氷がこうそこのところ、そうですね、多分そうですね。原井さん、はい、あの海鮮丼を食べよう、はい、作って食べようの、はい、好評でして、はいはいはい、結構再生回数いってまして、すごい。なんか、はい、他の俺の箸の持ち方が汚い。そうです、僕今それを言おうとしてます。そうやろ。りょうさんもでしょ。あれりょうさんは書かれてなかったですよ。そんなに。りょうさんも多分クロス箸なんてなかったの。いや分かんないです。りょうさん箸持つ時ってさ、はい、クロス箸ではないですけど、うまくないです。でも、りょうさんは書かれてなかったです。俺書かれてたよね。原西さんは何回結構書かれてました。その魚釣りの前に箸の持ち方を学べみたいなことがこんな感じするの皆さん。いろんなとこ見てますね。いろいろ見てるよね。岡村さんとの育ちの差が出たみたいな書かれてましたよ。いろんな家庭環境ありますやん。みんな同じようにそのね教育受けてくるわけじゃないじゃないですか。親のねしつけも違うし、やり方も。でも確かに思った。汽車ない俺。汽車ない。うまくないよ。僕もうまくないですよ。でも亮さんは多分書かれてなかったんで、その原西さんの方が目立っちゃったってことですよね。多分その確かに。むずい。子供に教えるときも俺もあんま正しくないから、はいはいはい、なんか僕さんに教えてもらう。子供のやつ。そうか。なんか俺自分で分かってたから、はい、クロス橋なんて分かったから、はい、自分の子供にそうなってほしくなかったから、ちゃんとなんか強制義務みたいな。ありません。ああ、はい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 、そう持たないと動かないみたいな。はい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 、それでちゃんとやってるんで。あ、俺の教育はちゃんとしてますけどね。俺は下手くそですけど、俺の教育はちゃんとしてますよ。あ、じゃあお子さんはもうちゃんとしたお箸の持ち方できるということですね。その奥さんには言われないですか、その原西さん自体の箸の持ち方。
言われなかった。もう絶対思ってるやろけどな。あ、はいはいはい。社内の人たちやらせて乗ってると思うけど。いやね。でもそこまでなんか言われたことはあるけど、そんなに訂正というかね、そんな感じ。それよりもっと直してほしいことが山ほどあるじゃん。そんな細かいとこじゃ、その橋なんかじゃ、そうそうそう、つかないぐらい。それよりも、それよりもいうところがいっぱいあるんじゃないですか、やっぱり。だからこのほら、こう豆なんかをちゃんと挟まないよ。はい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 。少しやから。はい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 。でもそんなに豆挟む機会ある？生きてて。おせちの時ぐらい。豆。あとスプーンある。まあ確かにね、言っちゃえば。スプーンがなかったら多分もうちょっとうまいこと矯正してたやと思う。やるしかないから。俺生まれた時もうスプーンあってんスプーンあるとフォークと言ってもあるんですよ、ね、海外から輸入されたんですよ。まだと箸だけならばね、まだあれですけど。じゃあまあ一応あの、原井さんはお箸の持ち方直す気はないということで。いや直したい直したい、まあ、直したいね。分かってるんですよ俺も。一回51年やってきたもんはなかなかちょっとじゃ治らない、まあ、染みついてるから。そうそう、まあ一回ね、天候が良くなかったりして、撮影ちょっと動画ない時は一回原西さんの足の矯正動画。あ、来ました。え、え、いいよいいよいいよ。来てた。来てたんですか。静かにやってない。来てますか。僕ら。いや来てたんですか。あれ今回収の時にあげたんですか。はいはい。え？どう？めっちゃでかそう。サンドちょうだい。でっかいの。プリーサンドプリーズ。めっちゃいい引きしてますよ。サウンドちょうだい。はい、おぉ引いてる。おい、何ひらめっか。僕ら引いてますよ。めっちゃ引いてるよ。何何でっかい。重たいっすか。重たいっすか。ダメだ。あ、めっちゃ引いてますよ。なんか、なんなん。え、マハタとかもここいるんすか。あー、じゃあ可能性。はい、いいですか、そこで。どこだ、どこだ。よかった。いや、もうなくて私。はい。言われて回収したときにってことですよね。上げてくださいって言いました、ね、お、当たってる。え、当たってました。来た、来ます。当たってる、当たってる。一回当たってるよ。ガッツ、引き込め、引き込め。うわ、離した。嫌だ、嫌だ。
もっともっともっと頑張れ。回したよ今の。今のバチッと決まりましたね。ちゃんとね、あったね。岡村さんのやつバッていったの、いきなり回収で上げたら乗ったらしいです。でもかかってたのか、そうですね、誘いになったのか。それがりょうさん、はい、頑張って。りょうさん、ひらめかね。まだサメじゃない。すげえ、すげえちっちゃい、かわいい、かわいい、かわいいの釣れた。細長いやつ。細長いの釣れた。細長いやつ。あ、かわいい、よかった、これで全員。おめでとうございます。30以下リリースなんで、30は絶対あります。あります、はい。40ぐらいあります。ちょっとじゃあお二人写真、ちょっとダブルヒットなんで。写真はね、同じぐらいに見えたいと。だけどね、岡村さんのやつと比べると、あ、だけど写真が撮られ方が俺ずば抜けてよ。お前陽さん、写真マジックすごかった。写真マジックすごい。岡村さんのナチュラルっていうか、岡村の前あたりから届けないでしょ。あ、そうっすね。俺のお前、お箸の強制の話してるからちゃうかったよ。いや、そうっすね。もうだから、お箸の、話は使わせてもらうことになりますね。岡村さんのヒットの直前からずっと繋がってるんで。ノーカットで見せるために。いや、わけの分からないこと言ったよ。なんか動画がなんかなかなか撮れへんかったら、俺のガチの強制の動画を上げるみたいな。あ、知ってましたね、そんな話。知ってましたね。で、その流れで来たなんで。流れで来たんで。はい。もう使わなしゃあないですね。そんな動画を上げませんから大丈夫ですよ、ね。いやいや、重要あるかもしれないですよ。やるか。51歳のお前、おじさんがガチの強制を赤木の動画誰なの。かかってたから良かったものの、ゴバリに当たったところで、だからこの背中にかけてたやつをこう食べた時にここで引っかかったんですね。そう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 。あ、これ切るっていうよりも、はいはいはい、ゴバリにアタックした時に、これがなんか引き合わせした時にかかった感じかな。はいはいはい、あ、でもおめでとうございます。一匹は一匹なんで。何それ、一匹は一匹なんでっていう形。いやいや、まあまあ、でもって言うて、いろいろ変な、はい、あれは、ああ、まあ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 って、まあ、ちっちゃいから、ちっちゃいなとは思ってます。いや、出すぎや。言葉にすいません。言ってもひらめ。あれ、確かにちっちゃい。ゆうさん2枚目ですね、これで。
ああ。いや、なんてため息なんですか。喜んでください。いや、もちろん嬉しいよ。はい、もちろんめっちゃ嬉しいけど。はい、もうちょっとでかいサイズ釣りたいよね。まあ、4キロ釣ったことある人からしたら。うん。なんか、子供の日がめってそういうことちゃうやんみたいな。はい。なんかでかい。確かに確かに。はい。まあ、でもなんだかんだで2枚なんで。はい。ちゃんと合わせたよね。そうですね。ちゃんと、あの、当たりも分かった上で。分かった上で、最後、はい、なんか、ぐーっと、逃げてんちゃうかなと思いながらやけど、合わせたというか、引き合わせてみた。あれ出たら、なんか、釣れる気がせえへんねん。え、どうですか、あれ。ああいうのが出た。あ、もうでかいの釣れたら。もう満足。本当なんかだけど当たりとか満足。はい。もうでもピーク、今日のピーク迎えたみたいな。最近出てるな。ノーフィッシュ岡村言われたけど。確かにそうですね。そうですね。平らばん時は特に。赤いぐらいからやな。リベンジ果たしてから調子良くなりましたよ。前ぐらいから調子良くなって、はい、サイズしてからはなんか釣ってるなって感じは。確かにそうですね。だって平場でガチンとでかいの釣って、その後サワラも釣れましたもんね。釣りって。なんか調子から行きましょうかみたいな。あ、そうでしたね。はい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 、はい、その前ぐらい。そっかそっか。でそれでこの調子やったらタイもいけんちゃうかで、はいはい、あ、そうでした。そっからでもずっと好調じゃないですか。これはちょっと懐かしいやろ。でも確かに僕言わせてもらってましたね。いつ積んねんと思って回してましたね。いやーもうなってます、なってます。海鮮丼シリーズも好調で、はい、あれすごく評判良かったんで、はい、さっきも喋ってたんですけど、コメントであの原西さんの箸の持ち方が汚すぎるっていうこと、はい、で岡村さんとの育ちの差が出てるって言われてましたね。いやなんかね、やっぱ日本人やからなのか言うみたいですね。食べれたら良くない。まあまあ確かにそうなんですけどね。多いですよね。でも、まあマナー的なことになるので、だからあの釣りする前に箸の持ち方を覚えろって書かれてます。釣りはやらない。だからあのそのうち釣り の動画のストックがなくなったら、あの原西さんのお箸あの持ち方講座やりましょうかって誰需要ないやろって言ってましたけど。あ、そうです。でも最後開き直って亮さんも原西さんもフォークとスプーンあるからええやんって。いやまあそうですね、そういうとこも見られてるということですよね。あれ、リオさん回収ヒットっすか。ラストのラストで。また、回収ひらめです。回収ひらめです。3枚目このサイズばっかりです。おめでとうございます。ありがとうございます。ひらめ釣り終了で回収の時に回収ひらめです。マゴマリに。あ、飲み込んでますね。あ、飲み込んでますね。丸飲みです。おめでとうございます。いやでもこれラストのラストでしたね。あ、40ぐらいですね。40ぐらいで、まあ、でも3枚あればもう、うん、なんか食べれる十分じゃないですか。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。絶対朝おかしなのだ。朝おかしなっすね。はい、ヒラメのお湯回し終了でございます。ありがとうございました。
はい、よかった。なんとか、はい、りょうさんは、40センチくらいのやつを3枚で、3枚、はい、横が2枚、はい、そして小室さんはまあまあの1枚、まあまあの1枚しましたね。でかい、まあ、身の量で言ったら岡村さんが一番多い。最高でしょ。最高でした。はい、1枚で、1枚だけど身の量は一番多いと思います。ありがとうございます。おお、どうでしたか岡村さん、やってみて。いやだから待つとかじゃなくて、はいはい、そのままもう上げてくださいってバッと上げた時に、でも選手に聞いたらリアクションで聞いたのがあるんです。見ててこう止まんないあれ。上がるの見てから。そうそうそう。でも結局なんかそのあんま分からなかったけど、はい、大きかったからよかった。大きかったら一番ええやん。一番抜けてるから。でかかった。ね。うん。ええのサイド。よかった。どうぞ。僕はとりあえずサイズは出なかったですけど、お家に持って帰ってなんか楽しめる風の数になったんで、はいはい、どうにか、はいはい、ずっとそこを引きずってた感じ。いや、そこに着いたらすぐちょっとしたとかして、それだけど、根がすごいあったんで、やったな、そこを取り直す、まあ、何回もとにかくずっとそこをギリギリを触ってるイメージ。結構ボコボコやった。はい、ボコボコでしたね。私はもう、まあ言うたら最初に言った2回目40みたいな、はいはい、ずっとまあ1本目回ってましたけど、店長が俺は投げてるで、えってなって急いで、まあ、いたらもう連れてた。だいぶ40どころか、はい、むちゃくちゃ回しましたもん。なで、そこはーって言ったら、あの当たってくれ、それそこやわって言ったら当たってました、はい、いや、よくわからない状況で今やっちゃったから、ちょっとあのね、なんやろ、腕もだいぶ揺れてたから。そうですね。僕の中では、その3枚のうちの、1回目は特になんかこう、ちゃんと合わせた感じはありました。あ、やったね。うん、そういうなんかあると、また変わってくるのかもかですね。あ、どっちにも初めてに石は、はい、集めましたので。大丈夫、うちの中に毛入ってる。これ、なんとか、なんか毛が。これね、ボケボケね。まだ入ってますね。え、これ。まだ入ってます。これだ。これだ。ロウさん、シーズン的な今が一番でかいですよ。シーズン的なことで言うと、美味しいのは今って言いますけど、これ持ってるから、うん、サイズが出るのは実はあんまり年間通して、あ、なるほど、潰れる感じ、ずっと潰れてる。じゃあまた機会あれば。そうね、座布団ってこれ何センチでしょ。座布団80いってないよ。座布団80は相当です。じゃあ次回は80座布団目指して、はい、もう一度お願いします。したいと思います。はい、お願いいたします。以上でございます。ありがとうございました。Thank you。これぐらいのヒラメ3匹釣ったんですけど、あれ刺身以外どうやって食べ方あります？まあ、やっぱりね、まずはやっぱりこのカンピラメアのお刺身です。まず刺身、まず。これはやりますね。あれでも取れます？全然取れます。あのね、そうなんですよ。秋のヒラメと違って、はい、イワシを深めてきてるヒラメなんで、はいはい、身がもっこりしてるんですよ。なので包丁はね、1回でね、入んないんですよ。背骨まで1回でいかないんですよ。僕のあの、ちっちゃいやつでも、はい、それくらい厚みがあるんで、うん、まず背中は、やっぱりお刺身。刺身で、ね、お腹側、ちょっとね、やっぱり疲れてひっくりづらいんで、はい、薄いし。なので、お腹側を天ぷら。天ぷら。天ぷら最高です。へぇー、はい。天ぷらか、あんまり聞かないけど、うまい。ぜひ、りょうさん、本当に食べてください。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。です。あとね、うん、ちょうどね、りょうさんのサイズって、うん、程よく薄造りができるんですよ。はい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 。なので、しゃぶしゃぶ。あ、ひらめのしゃぶしゃぶ。変わってくるんで、ひらめさんがちょっと大きいひらめになると、はい、どうしてもね、しゃぶしゃぶにしてもね、皮がちょっと当たるんですよ。あのサイズだとね、皮付きのままで薄いスライスでしゃぶしゃぶ。でもいける。もみじおろしとポン酢で。そうです。ああ、うまそう。ありがとうございます。よし。食べよう。ありがとうございます。ありがとうございます。